こんばんは、岡部真理です。アルフィー20周年記念スペシャル、ここでアルフィーの秘密を解き明かすいくつかのキーワードについてメンバーご本人からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速キーワードいってみます。はい、まずはこれです。愛よこんにちは。あんまり古いことなんで高校3年の時に桜井とコンフィデンスやってた時に、はい、あの小室仁さんが審査員だったコンテストに出まして、はい、うん、その時にあの小室さんの一押しでね、そうですね、うん、入賞させていただいて3位で、それで小室さんが映画音楽を担当するということで、はい、その当時のコンフィデンスに歌ってくんないかと小室仁さんが、はい、おっしゃったわけでございますよ。でその映画のタイトルが愛よこんにちは、サウンドトラック版ということでレコードを発売したんですけども、映画どうなったの？映画がお蔵入りでした。あ、上映されなかったんですか？はい、これがまずアルフィーの悲劇の全くその通りですね。夏しぐれ出ました。夏しぐれ、あこれですね。これは何年前になるんですか？20年前もうちょうど20年前。これがその8月25日です。デビュー曲ですね。74年、ね、これはやはりいい思い出がこれね、そうなんですよ。これ堤恭平さんの曲なんですけど、いい歌ですよね。この頃は高見沢さんの曲ではない。高見沢さん、あの僕らオリジナルは、まあ、少しありましたけど、コピーっていうかね、外国のグループのコピーを中心にやってたんで、あまりオリジナルで勝負しようという気持ちは全くなかったんですよね。デビューしても、そうで、高見沢はどっちかというとギターが好き で、ね、僕らと気があって、ギターどっちか僕入ってるんですよ。ギターでコンフィデンスに、ボーカルではなくて、まあ、上のパートもやってもらったけども、どっちかというと桜井さんがリードボーカルですよ。リードボーカルですよね。もうとっても天使の歌声でしたから。それでね、桜井のリードボーカルで行こうっていう話だったの、高校の頃までは。そのディレクター、そう、僕らももちろん納得したわけよ、だったらギターでね、こうして、コーラスとギターでね、やりましょう、やろうって。でそれがいい声だから、そうなんですよ。で大学2年の時のそのデビューの時に高見沢も入ったばっかりだったんですけども、あのディレクターがね、高見沢見た途端にね、お君リードボーカルハンドマイクで無理がありますよね、だからね。それはあのそれは不本意だったんですか？やはりこう僕の場合ギタリストでしたから、ギター弾いて歌うのは別にいいんですけど、もう君はギター弾かなくていいから、ハンドマイクだけで。そう、ハンドマイクで。ハンドマイクというのはね、やはりこうちょっとねそれが夏しぐれでした。不本意なデビューでしたね。お B 面、 B 面、これはレコードの B 面ってこと？1979年に、79年移籍したわけですね。15年前ですね、はい、移籍して、それでやっぱりシングルヒットっていうのはね必要ですから、A 面の方はね、意外とこう、そう当時っていうんですか、いろいろこうディスカッションして、売れそうな感じですか、こうよりこうヒットを狙おうみたいな感じで出したんですけども、まあ、B 面の方は高校大学から通じてやってきたアコースティックでコーラスで、あまりこうシングル向けではないような曲をこう出してたんですよね、どっちかというと B 面にアルフィーの本質みたいな。さあ皆さん、キーワード続き次いってみたいと思います。はい、アルフィーというタイトルから出ました。研ナオコさんのバックバンド時代のね、桜井って横浜銀杯にいたのすごいね。なんかでテレビなんかもあのナオコさんの時は、窓ガラスという曲の時はですね、研ナオコ with アルフィーっつって、あ、そうですか、あのクレジット入れてもらって、うんうん、それがちょうどだからレコード会社が変わる1年前ぐらいか。そうだね、前の年だね、そうだね、うん、だから結構あのツアーも一緒についてたんで、年間忙しかったね。忙しかった。テレビもだいぶ出たし、うん、でもやっぱりメインじゃないですからね、あんまり皆さんの記憶にないかもしれませんけどね給食当番何でしょうこれは。そうですね、74、5年、なんとかこう受けようということでですね、ライブハウスで、まあ、僕ら学生でしたから、一番身近だったこう、あ、じゃあ高校時代の、そう、まあ、もっと前か、給食当番とか言うとね、中学、要するにこう時間割にして曲をやってこう、紹介していこう、で途中で、なんていうんですか給食なんですよ、給食なんですよ時間割がこう、4時間割ると普通給食ですよね、だからちょうど4曲割ったら給食だみたいなことで、給
つが、こいつが給食当番だったので、僕が給食当番だったんです。何するんですか給食って。給食をね、うん、4曲目終わった時に給食当番がお客さんにね、アンパン配るの。アンパン投げんのこうやって。でもね、すごいですよ。給食当番も僕はまだいいんですよ。で、全部コンサートが終わって、じゃあ今日の授業終わりますって、この掃除当番が出て、最後片付けとかやって、桜井が。ニューミュージックの歴史。ちょっと大きいホールでやれるようになった時に、はい、やっぱりエンターテインメント商店ですか。まだ受けようとしたんですね。もうそれはいいの。いやでもね、要するにね、オリジナル曲やっても受けないんですよ。本当ね、ヒット曲ないから。ヒット曲ないから、だから初めて見るお客さんたちに対してこう食いつかせるには、やはりそのヒット曲、当時の、はい、それをね、そう、この坂崎大先生のモノマネによって引きつけといて、でその合間に聞いていたなと思ったら、じゃあパッとこうやるという、飽きないうちにまた何かやると。だからニューミュージックの歴史っていうのは、いわゆるその当時売れてたアーティストの方のモノマネを僕らがやってたと。で、坂崎を中心に、横浜銀杯へのランです、スーです、ミキです、とかね、ビートルズのナンバーをじゃあメドレーでいきます、せーの、ヘッ、どうもありがとうございます。そういうのばっかでして、そういうのね。次はラブレターです。そしてラブレター、1979年にレコード会社をね、移籍して、はい、うん、先ほど言いましたように、ライブハウス時代にね、人のバックバンドやったり、自分たちでライブハウス給食当番やったりしながらオリジナルを作ってって、給食当番しながら、ね、給食当番しながら作ったじゃん。そうですね。それで、まあ、オリジナル曲いっぱい溜まってきてね、はい、で各レコード会社いろいろ声かけていただいたんですが、うん、一つに絞っていよいよ再デビューと。次々にキーワード言ってみたいと思います。はい、無言劇キャンペーン、これは80年です。ライブなんかもお客さんがだんだんこう入るようになってきて、面白くなってきた、で、あとはシングルヒットだけだみたいな状況になってきたんでね、なんていうの、ワンボックスカー、そう、ワンボックスカーに機材を、PA セットから全ての機材を積みまして、無言劇全国キャンペーン中っていうのを貼って、あ、ちゃんとこのキャンペーンは、レコード屋さんの前へ行ってミニコンサートをやって即売会がやるんです。レコード屋さんの前で、はい、手売りですね。誰がメンバーか分かんないですね。車が着くとその機材を、ね、まずこう僕らがみんなセットしますね。4人 で、うん、でセットが出来上がった時に坂崎が出て、だってお客さん30人以上集まんなきゃやんないって言うんですもん、メンバーが。そりゃそうですよね。まあ30人以上っていうかね、そういう学生さんとかが集まってきますよね。何があるんだろうみたいな感じで、知らないけど見てみよう。で、それじゃあアルフィーのステージです、どうぞって言うと2人が出てきて、僕はそのままギター持って、どうもこんにちは、アルフィーです、こんにちは、アルフィーです。そう、しかしじゃなかった。で、その後に新曲即売サイン会やりますからっていうことで並んでもらって、で、1枚ずつサインを書いて、どうもありがとう、これを各地で、そう、全国で、全国行きましたね。結構でもね、実感があるね、すごくレコードをね、そうですよね、直接だからほら、架空のとこっていうかね、僕ら の見えないとこで何万枚とか売れるよりも、そうって、ね、目の前で5枚とか12枚とかね、そのすっごく嬉しかったんですよね。次々に行ってみたいと思います。高見沢俊彦エレキ魂爆発事件、81年の、暮れにですね、はい、渋谷公会堂を3人だけでアコースティックでやったんですよ、はい、1981年の暮れ、はい、うん、渋谷、まあ、僕らで言うと結構夢だった渋谷公会堂っていうところでね、はい、3人だけでやれて、そこで自分たちでけじめがついたみたいな、要するにこうレコードで聞くとドラムとかいろんな音が入ってますけども、ステージだとやっぱり3人だけでしかできませんよね。そういったやはりこうミュージシャンとしての欲求不満っていうんですか、そういうものがだん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 こう出てきて、まあ、ドラム入れたりキーボード入れたりみたいな、そうしたいと思ったんですよね。ですからそれまでにまず渋谷公会堂をいっぱいにしようと自分たちなら決めてたんで、それが一つのあれかな、節目だったの、区切りになって、で次の年の82年ですね、82年の3月末から4月1日までの 3days 久保行動 3days、これね、高見沢の日、桜井の日、坂崎の日ってそれぞれ分けたんですよ。分けて好きなことやろうと。お一人ずつ出られるわけじゃないでしょ。もちろん3人なんですよ。フィーチャーするんですね。あ、なるほど。前半こう一部二部にして、一部を高見沢では僕だけが出て、もちろんみんな出ますけど、サポートでメインでやる、はい、で僕の日が最初だったんですけども、そこで突
然ギンギラギンの何を思ったかすごかったね、お客さんは。すごかったですね、うん、どうでしたファンの方は。みんな口開けてぼーっと見てました。あっけに取られるっていうのは本当に、ね、あっけに取られましたよ。あっけに取られる、それはステージからちゃんと分かりました。分かります。空回りしてる自分がよく分かります。あ、こういうのを空回りって言うんだな。に日本の言葉って美しいなっていうのはね、僕は感じました。空回り現象が空回りいいですか。自分がエレキで行くぞ、ジミーペイちゃんガーンって言ってますよね、お客さんはっていう感じですよ。これはあれって感じですね、ちょっと寂しいなっていうのがあります。それまでジョジョ派フォークの高見沢さんですか。そうですよ。なあ、でもそれから野外コンサートやったりとか、年からやったのね。そうで、メリーアンがその次の年だったんですけどね、爆発する、ブレイクする83年が83年でしたから、その久保コードの3 days がかなりやっぱりエポックメイキング的なコンサートだったんですよね。僕はそうでしょ、僕はその時セッペリンの日だったんですよね、で桜井はサイモンのガーファンク、坂崎は落語ですからね。あ、音楽は？音楽もあったんですけど、ギターと落語の夕べ。あ、そうだそうだ。夕べ、ね、夕べってつけてね、ちゃんと。あの3 days がやはり今のアルフィーを象徴してるね。やっぱりとんでもないグループだと思ったんじゃないですかね。思いますよね、うん、きっと。その当時のアルフィーってすごいやっぱりやってることが面白い、捨てるもんがないみたいなとこがあったから。